最近さ、TikTok をまたまたまちょこちょこ見てるみたいな、おすすめブワー見てる話してると思うんだけど、僕知らん間になんかフォローしててアカウントが、でそのアカウントがさ、ちょっとセクシーめのアカウントだったんだよな。で僕あのリスナーからのリプで知ったんだけど、でそのフォロー何よ、そのまあ5フォローだったんだけど、要はTikTok っておすすめからワンタップでフォローまでできるから、多分それどっかでおっしゃったんだと思う。こう上にスクロールしてる間に。そう、TikTok にさ、なんか動画上げられてて、僕のプロフィールページフォロー欄1で、押したらその、なんか、ちょっとセクシーめのアカウントがあって、かなかな疲れてるのかな、みたいな、さらされてた。TikTok に。で、その、コメント欄見たら、もう男の子やのって書いてあった。あれはあのおすすめに出てきました。僕の意思じゃないです。だから本当にアカウント間違えたのかなって書かれた。僕 TikTok のこと義務 TikTok だと思ってるから、あのアカウント1個しかない。 TikTok もインスタも僕1個しかないんだよ。かなえアカウントしかない。恐ろしいよ TikTok って場所は。 TikTok って場所ね、ガチで面白い。恐ろしい。まあ今はさ、僕だからよかったかも、ちょこ上げたやつに言うよ。今僕だからよかったかもしんないけど、もしあなたが将来結婚して、息子がもしエロ本持ってたとしたらもう、それなんか、あんたこんなの見て、うちの息子こんなの見てたんだよって、周りの人に言ってるのもんだからね。息子さんは恥ずかしいよ。やめてあげてね。そっとしておくのよ、そういうのは。思っても。そっとしとくの。もうましてや、SNS に動画で拡散なんてもう一番もう息子のこと考えてあげてね。まったく僕だからよかったものの、僕がそんな人じゃないってみんなが知ってるような人のできた人間だからよかったものの、僕が息子の部屋からエロ本出てきた、わらわらわらみたいなもんだからね。お坊のツイッターみたいにエロアカフォローしまくってくれてもいい。お坊さんのツイッターっていいねだけじゃなくて、エロアカめっちゃフォローとかもしてんだ。あの動画実際見た？いや覚えてない。だから多分どこでフォローしたかも覚えてない。普通にスクロールしてる段階でフォローに指当たったんだと思うよ多分。ガチで分かんない。リスナーがね、あのリップで教えてくれたの、ここフォローしてましたよ。それで知った。あのリスナーはマジ親父よね。おい、隠しとけよ。みたいな、さりげないフォローをしてくれる親父。あの人は。ガチいい親父。お母さんがマジでもうデリカシーないのよ。なんでお母さんそうやってさ、みたいな。